おはようございます。す。フレッドです、えー、今回はですね、また、えー、恐竜の、ね、骨格フィギュアを開封していきたいと思います。えー、今回開封していくのはですね、大発見恐竜化石コレクション、えー、B タイプになります、はいえー。今回でね、B タイプフルコンプできるといいんですが、ちょっとわからないですね。重さ的には、重さというかね、振った感じはなんかダブってないかなって気がするんですが、 えー、ちょっとまだわからない感じですね。はい、えー、というわけでね、えー、組んでいきたいと思います、まあ、ざっと箱の見た目からね入っていきましょうか「大発見恐竜化石コレクション古代生物恐竜の息吹を感じよう」ということで、えー、3体恐竜のね写真が載ってますね対象年齢はね6歳以上になってますはい。 ここにね、簡単な恐竜の概要が載ってますね。僕が今回狙うのは3本ン,ンズのフリル恐竜トリケラトプスですね。はい。えっ、ー、と、個人的にね、T レックスはまだマシだったんですけど、ステゴサウルスがちょっと個人的に微妙でしたね。トリケラトプスはフリルの感じからしていいと思うんですが、ちょっとまだわからないですね。はい。えーっていう感じです。じゃジャヌコードを写しておきます。はい。 一応大きさも書いてますね。はい。ホッシル・オブ・ザ・ダイナソールって書いてます。はい。えー、というわけでね、えー、簡単に開けていきたいと思います。はい。開けていくと、あー、ダブった。ダブりましたね。ティラノサウルスが出てきました。 一応、フレッドの恐竜チャンネルの方では上げてなかったので、えー、まあ今回は、まあ、よしとしましょうか。いやな、トリケラトプス出る気したんですけどね、ダブっちゃいましたね。はい。けていきましょうか。でもね、ティラノサウルスに関してはね、組みやすさとしてはまだマシな方だったんですよね。 スピノとねステゴに関してはねあのもう顔がめちゃくちゃ組むのがめんどくさくてあのちょっと大変でしたねはいえー、というわけでね簡単に組んでいきましょうか正直ね顔がなんで t レ r e x 落下っていうとね下顎がちゃんとはまるんですよねなのでね結構組みやすかったんですよ はい。こんな感じで顔ができましたね。はい。まあ、組んでいくときに、なんか、無言でもね、あれなんで、ちょっと、雑談でもしていきましょうかね。いや、あのー、去年のね、冬12月ぐらいに、あのー、某海外の、あの、ショップでですね、まあ、代行してもらって、 あの、恐竜のフィギュアセットをね、大量に買った動画があるんですけど、えっと、それもね、第2弾をやりたいなと思ってるんですよね。まあ、結構あの、好評だったというか、動画出たすぐはね、そんな伸び良くなかったんですけど、最近なんか気持ち悪いぐらい伸び出してですね、なんか、第2弾をやりたいなと思っています。はい。でね、 まああのー、この際だから言うんですけどあのー、僕がねあのー、こ代行したところっていうのはあの中国のあのー、オークションサイトというか、まにま、日本で利用できるところでいうところのアマゾンみたいな感じのところでですね買ったんですよねでえっと次はね あの、インドネシアの、あの、オークションサイトをちょっと利用したいなと思ってるんですけど、なんか、結構、送料とかね、大行料とか考えると結構かかるみたいでですね、ちょっと頼むかどうか、まだ考えていますね。で、えー、っと、結構かかるのであれば、あの、またね、中国のところで、 頼もうかなと思っていますね。はい。えー、なので、ちょっとね、そこは、およいお、い様子見って感じではあるんですが、えー、そういう感じでいますね。はい。まあ、今年中にね、まあ、オーダーして、動画あげれればな、というふうに思ってますね。はい。っていう感じでしょうか。はい。 というわけでですね、組み上がりました。えっ、ー、と、尻尾はね、ちょっとつけるの大変で、まだちゃんとハマってないんですが、えー、かなり組むの楽でしたね。えっ、ー、と、今回に関してはカット入れずに済みそうで、えー、個人的に良かったです。はい。まだね、これ一気に取り試してるんで、まだあの、パソコンで編集して,してないんですけど、あの、めんどくさいんですよね。あの、いちいちやるのが。なんですが、 えー、まあ、そんな感じですね。はい。えー、今回組んでいったのは T-Rex ですね。ティラノサウルスなんですけど、えー、こちらですね。すでにダブっております。はい、こちらですね。2体いるんですが、まあ、2体いてもどうするんだよって感じなんですよね。いや、なんかね、フルコンプできる気してたんですよ。なんかあのー、箱で触った感じとか、あのー、なんか、 フルコンプ一発でできるかなって思ってたんですけどそう甘くはなかったですねはいえー、っていう感じですなのでまたちょっと買わないといけないですねはいえー、というわけでですねえっ、ー、と今回 T-Rex なんですが一応フレッドの恐竜チャンネルの方ではレビューをしてないのでえっ、ー、とまあ今回 ザクッと見ていきたいんですが、まず大きさ比較ですね。アニアニマルアドベンチャーのティラノサウルス X と比較するとこんな感じですね。一回り大きいかなっていう感じですね。はい。でですね、えー、っと、まあ、見ていくと、顔はね、ここに出っ張りみたいのがあって、顔つきもね、 まあ、昔あのティラノサウルスのおもちゃとか持ってましたけど、骨の。それに比べると、なんか、ね、頭蓋骨の形が、ティラノサウルスティーよりかは、アロサウルスとかメガロサウルスとか、フクイラプトルみたいな感じの顔つきに見えますよね。はい。で、まあ、あとは手ですよね。前足がね、異様に長くてですね。 はい、なんかちょっとあんまり、うん、微妙かなっていう感じですかねはいだからティラノサウルスに見えるかと言われるとちょっと微妙なラインですよねはい、えー、っていう感じです一応可動域をね、えー、見ていきたいんですが、まあ、顔が、えー、顔の付け根の部分がね若干動くのと 顎がちゃんとこれは稼働しますね。スピノサウルスとかステゴサウルスはね、動かしづらかったんですけど、これはね、ここの軸の部分がちゃんとはまるようになってるので、えー、ちゃんと動きますね。はい。で、足の付け根ですね。付け根も一応稼働するので、まあ、若干ポージングみたいなのがね、できるかなと思いますね。こう吠えてる感じとかね。えー、という感じでしょうか。 あとは、今まで出たやつとね、ちょっと比較して終わりましょうか。まずですね、えー、こちらかな。スピノサウルスですね。はい、こんな感じです。大きさ的には、スピノサウルスが若干大きいですね。はい。まあ、背中の、あれもあって、 次はステゴサウルスですねス、はい、ステゴサウルスがね個人的にあん,まりなんかあんまり良くなかった気がするんで、はい、こんな感じですねこの中だと組みやすさを考えるとティラノサウルスがおすすめかなと思います、はい、ただ、まあ、中身がちょっと選べないので、えー、っとそこはねちょっとあれなんですけどまあ T レックスがおすすめかなと思います、はい えー、というわけでですね今回は大発見恐竜化石コレクション B タイプからティラノサウルスが出たのでそちらの紹介をしていきました、えー、僕のチャンネルではね恐竜フィギュアの紹介動画を、えー、たくさん上げているのでぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いしますはい、えー、今日はそんな感じでしたはい、えー、それではご視聴ありがとうございましたさよなら